2024年11月7日木曜日、不思議レモンネットラジオ、今宵不思議なラジオでということで、恋も不思議の扉へようこそ、不思議レモンです。さあ、ということで、真夜中の貴公子、不思議レモンでございますまあよくわかりませんけど、まあこの後の不思議レモン何したのコーナー、不思議ラジオお便りのコーナーで、まあ詳しく、お話したいと思いますけども、今日は久々の木曜日ということで、こうね、恋も不思議なラジオでお送りしたいと思います。この後は不思議レモン最新情報、不思議レモン何したということで、私の最新ニュースをね、ご紹介したいと思いますけども、そしてふしラジお便りのコーナーということで、ふしぎレモン X からですね、いただいたリプご紹介したいと思います。そしてレモンニュース&エンタメチェックとトレンドレモンなんで、トレンドレモンなんですけども、今日もめちゃくちゃ喋りすぎてます前半のふしレモン何したとお便りコーナーで、ほぼ埋まってしまいましてですね、本当はレモンニュース&エンタメチェックはトランプ大統領が再選したので、その話とかですね、あと大谷翔平選手のさまざまな噂などを含めた、まあ、話、そしてトレンドレモンは毎年恒例の紅葉ランキングとかもやりたかったんですけど、全部ぶっ飛んでしまいましたねこの後喋りまくってますけどもね、まあ、最近ねお口が絶好調なんでその絶好調のお口をですね、そのラジオじゃなくてですね、歌の方に持っていけようという話なんですけども、まあ私の場合ね、芸人なんでね、本職は、ジュリー師匠のモノマネ芸人というよく言っておりますけども、まあそんな感じなので、今日もね、もうお便りコーナーね、シネモナニさんのコーナー喋りまくりでお送りしたいなと思っておりますので、どうぞ次から30分間よろしくお願いいたします。今日のオープニング中でございます。シギレモンでヒゲと女、この番組はシギ音楽レーベルの提供でお送りいたします。私にもう一度キスして、悲しく酔ってる私、グラスに溺れて見える、娘に広る唇に絡む愛を、言葉だけ揉み干して、いつもの枕に背を向け、私の心いつでも抱きしめるのは、いつからかどこからか長いひげを待つこの場で、知りも何した。このコーナーは最新の不思議レモンニュースを自分自身で言っちゃうというコーナーでございます。
私不思議レモンの最新情報、 YouTube の、ね、更新情報などをご紹介したいと思いますけども、いやーもうすごいですね。あの二大巨頭が一気にライブのね、スケジュールが決まったということで、もう、まあ、月火と、まあ、ラジオ配信いたしましたけども、あ、おかげさまでね、こよい不思議なラジオで非常に再生回数伸びておりますね。かなり伸びましたね。結構もうすぐあの、まあ、100回行くんじゃないのみたいな感じの、あ、100回行ったやつもあるんだなんか今見てるみたいな、今見てますけども、今自分の公式等を見ておりますけども、火曜日のあの関西弁のやつ100回超えてますね。まあ、あの今年、まあ、冒頭新年の、ね、目標としましたこのラジオを、まあ、100回行くっていう、で、まあ、月曜日も70回っていう、まあ、かなり 100に近い感じで、ね、めちゃくちゃ伸びてるんです。で、10月28日の月曜日も120回という、これも100回超えてますしね、平均がね、前まで、あ、まあ、再生回50もいかなかったんですけど、まあ、30とか、ね、ぐらいなんですけども、まあ、かなりね、70ぐらいになってますからね、どのラジオもね、非常に、まあ、ありがたいなという感じで。ね、まあ、なんとかこう100目標のね、再生回数100まで、うん、まああのもう2秒で切っていただいてもいいねあんま意味ねえんじゃねえか。いやでもあくまで、まあ、ちょっと興味を持っていただくっていうのもね、一つの、まあ、大事に、何喋ってんのって冒頭ね、なんかこの最初のオープニングのぐちゃぐちゃ言うところでも切っていただいてもういいので、まあ、興味を持たれることからスタートしないとね、いけませんからね。で、あのまあ二大巨頭ね、まあ、私が敬愛するジュリー師匠、そして秀樹兄貴、まあ、お二人ね、一気にライブの日程が決まってですね、ジュリー師匠がまずね、すごいですね。さらに追加公演、13公演ね、決まりましてですね。いや、もう超人だなぁと。全部で、だから、ま、前回10公演決まりましたから、23公演ですよ。いやー、すごい。しかも、バックバンドがね、本当に、かなり話題の方とかも入っておりますので、どんな感じのね、ツアーになるか。なるんかなという感じもいたしますので、まあ秀樹兄貴のねビッグゲーム2025もね決まったということで、まあ今週はまあそのラインナップとしてね、まあ言ってたと思うんですけども、もうちょっと収録のねちょっとはいろいろ変えないといけないと思ってですね、まずまあレモジュリニュースの収録は結構しないといけないなっていう、まあジュリのね師匠の公演が13公演決まっているので、そのまああのね、ニュースこれですね、まああのエクストでも言っておりますけども、まあ、最近も全く昼夜逆転の生活になりましたね私。まああの前ね、まあ、このラジオがちょっとこう不定期になりますっていうふうに言った時に、まあ、生活環境が変わるっていうふうに言ったじゃないですか。もう完全に前まではですね、もう本当にね、おじいみたいなあのもうすごいもうなんか、早めに起きてみたいな感じだったんです。もう完全にもうミュージシャンの生活に戻りましたね。どういうことだ。もう完全に夜起きて、まあ昼寝ているというような、うん、感じで。でも、まあ、そっちの方が合ってるなっていう感じもするんですよ。実は。やっぱりミュージシャン的なね、リズムに合うなという、それがミュージシャン的なリズムかどうかわかりませんけども。で、まあその、エクストでも言ってますけど、今深夜にまあ収録しているんですけど、まあ、全部で動画ね、動画がまあ8本ぐらいしか、まあ、まだね、まあライブでも増えたでしょ、このまあラジオの、まあ、言ったら月曜日のみ、うん、がまあレギュラー配信としてたわけなんですけども、まあ、8本までいけるように、ただその8本の中にはジュリーのニュースチャンネルとか18時でダバダとかいろいろ含めて8本という感じなんで、まあちょっと今週はレディオバーはちょっと難しいかもしんないねという感じにはなっているんですけど、まあ行けたらね行こうと思いますけども、今これ深夜2時ぐらいにこのね、この前に、ジュリーの、ニュース、そして秀樹さんの兄貴の、ビッグゲームのニュースを今収録し終わった後にこのラジオ、こういう不思議なラジオで木曜日分ね撮って、まあ今2時なんでまだ行けると思うんですけど、これあと編集作業が待っておりますのでこれ撮ったやつのね、なんで、まぁ、ちょっと、レディオバーに関しては分からないですけどね。まぁ、なんとか、うん。他いっぱい撮りたいのあるんですかね。18時でダバダとか、もうコーヒー片手にね、もう深夜のこの収録を、まぁ、やってるという感じで。まぁ、今は、まぁ、週2回ぐらい、深夜、かけて、深夜何時間収録だろう。6時間、7時間収録をしてるんですよ。まぁ、詳しいことはね、私の、不思議でもアナザー X という、まあ結構プライベートなねことも話している X を見ていただいたら
いいと思いますので、まあそんな感じでね、まあとはいえね、だいぶまあこのなんていうの、自分の活動のペースが上がってきたので、まあ、来年に向けてもうちょっとね、うん、やっていきたいなという感じもいたしますけども、まあそんな感じで、今日はねなっております。で、配信予定といたしましては、今日レモジュリーニュース6時半で、そのジュリー師匠の新たなライブ公演ね、で8時このラジオ、そして9時にひでもく21時、秀樹兄貴の、ビッグゲーム2025ね、まあビッグゲームに関しましてもね、私見に行かないといけないと思うんですよ。その行かないで使命感じゃないですけどもやっぱり行ってこう肌でね、秀樹兄貴の凄さはやっぱり感じないといけませんからね、まあ、まだまだちょっとね、行けるあれではないんですけども、なんとか、秀樹兄貴のねライブも行きたいなという、うん、こともね、思っております。そしてね、まあ、ジュリー師匠のまた新たなツアーもすごいですね、本当に。さっきから同じ言葉、これ同じ言葉から言うんじゃないよって感じもいたしますけども、まあ今日はそんな感じ。そして10時から1年前のシゲモコンテンツ再配信、プレイバックシゲモン、1年前のシゲモンニュースはファンサイトで演奏して、1年前のこういう不思議なラジオのプレイバックはシゲテレビオンにて、ね、配信、プレイバック配信出します。元気そうでしょ、本当に。以前のね、この、まあ言ったラジオが、まあちょっとね、一旦、不定期になりますっていうね、言った時はなんか暗そうで暗そうではないけどまあまあちょっと忙しかったんでね、ようやくまあそのスケジューリングが、まあ、かなりね、まあ整理整頓できてきたかなという、うん、まあ感じにはなるわけでございますけどね。そんな感じで、まああとまあ切り抜きね、カバーの切り抜きなど、まあジュリー師匠の、まあ、私のね、カバーに関しましては、8時32分、このラジオが終わった後に必ずやってるんですけども、ほぼ毎日、ほぼっていうか毎日ね、秀樹兄貴に関しましてはね、木曜日にしようかなって、やっぱ秀木ね、配信してます。木曜日のまあ9時、ぐらいに、9時、まあ、秀木か、後ぐらいにですね、まあ、配信していこうかなという感じで考えておりますね。あと、まあ、私のオリジナルのね、切り抜きもね、ぼちぼちとやっていかないといけないな、ちょっと中断してるんでね。あと、伏し猫ニャンズのね、動画もニャンズたちも本当に、もうすごくね、飯めちゃ食ってますからまあ冬っていうのもありますけども、ニャンズもしばらくね動画アップしてないので、うん、まあ配信していきたいなと思っておりますので、どうぞよろしく。
ラジオ対りのコーナー、シギレモン、公式 X からいただいたリプをご紹介しておりますけども、まずはシギレモンアナザー X から、たくさんねリプいただいておりますけども、まずは、桃太郎さんいつもありがとうございます。昼夜逆転男ということでねそうなんです、昼夜逆転男でございますけどね、すっかり、まあ、でもこっちの方が合ってるなっていうのはありますよね。なんかジジイみたいな生活しておりますさっきも言いましたけども、あのやっぱり夜起きて、まあ、僕のスタンスはみんなが休んでる時に働いて、みんなが、働いてる時に休むというようなところがございますので、まあやっぱり、うん、やっぱり夜起きた方がなんか非常にいいのかななんて思ったりしますけども、引き続き桃太郎さん、丸じゃなくて正道さんですよということで、前回の杉ね、正道さん杉マリさんって言いますけど、正道って言うんですね。杉真理って言ったらなんか本当に女性みたいな感じですね。ですもんね、名前からね。これで、正道って言うんですね。理科の理由は、ま、道っていうふうにも呼ぶということなんですかね。朝ワイルドな歌声でテンション上げたい時には秀樹と佐野さん。夜リラックスしたい時はマイルドな五大五と杉さんを聴くのがいいのよということで、レモンシャン楽曲なら朝は熱帯夜とウェイトポソマン。夜はダンスイズミー。手のなる方へ。そしてメロディーかしらね。ということで、ありがとうございます。非常にそのような私の楽曲もですね、あのね、朝と夜に分けていただいてありがとうございますけど、熱帯夜は朝というのもね、思ったら桃太郎さんが朝なのに熱帯夜ってね、今気づいたわ、わらわらわらっていうふうにね笑ってらっしゃいますけどまあ確かに、でもまああのなんていうんですかね、この疾走感という面では朝ね熱帯夜で、うん、聞くのもいいのかもしれませんしね。まあウェイトポスマン先ほどおかけしましたけども、そんな感じで、いつもね言っていた、あ、杉正道さんね、ぜひ聞いてみたいなという、あ、でもちゃんとしたそのなんか、前もご紹介したと思いますけども、ナイアガラトライアングルでしたっけ、なんか3人のそのあれはユニットかなんかなんですね。それでちらっと聞いたことありますけど、ちゃんとした声を聞いたことがないというのが、うん、あるかもしれません。一度ねぜひ聞いてみたいなと思います。そしてローラさんいつもありがとうございます。で前回ね、まあダバンプのファンだったたのが、西城秀樹さんのファンになったというふうに、うん、おっしゃっていただいて、なんでですかねみたいな感じのことを、まあ、僕ラジオで言ってたと思うんですけども、ご回答いただいております。ダパンプから秀樹さんへ引っ越し摩訶不思議ということでマカ不思議レモンって書いてますけど、あのレモンのアイコンイラストついておりますけども、イッサのダンスボーカルの方しながらの、イッサのダンスしながらの高い歌唱力、メンバーによる、あ、そういえば USA ですごい踊ってましたよね。あ、確かに踊りながら、歌うってすごいですよね。メンバーによるダンスフォーメーションにハマってたということでね、それをはるかに上回る方それが秀樹さんということで、すごいですねダパンプをこう足踏みにされてますけども、熱く激しいパフォーマンス、コンサートでもあれだけ走り回り踊りまくってもブレない、音程と切れ目ない歌声、肺活量6000の余裕。あ、そうなんですか。肺活量って一般の成人男性でどれぐらいなんですか僕は500ぐらい、すごいですね。と現在に、至る、でも初めて心を、歌えた曲はブルースカイブルー。秀樹さん出刊される動画を、たまたま見て涙、その後秀樹さん探しの旅になり、紅白ローラで目が、点になり言葉を失うほどの衝撃。秀樹さん語るレモンシャンも見つけて、秀樹の前にズブズブハマってしまった、めでたしめでたしということで、リプいただきましてありがとうございます。これでもね、まあ、ちょっと脱線しますけど、あのよく我々のそのまあね業界というか、まあミュージシャンの世界でもですね、まあ、まあ僕の場合はそのプロのミュージシャンも何人か知ってますけど、まあ、どちらかって言ったらインディーズとか、まあ、ちょっとあのアマチュアの毛のついたというまあアマチュアにちょっとね、まあもう少しこうインディーズ寄りの、まあ、真剣な活動しているアマチュアとかの知り合いの方が多いんですけど、
まあ、みんなよく言うことは、例えば自分のファンができないと、うん、よく言うんですよ。ただそのみんな誰か絶対ファンっているんですよ。まあ、僕がよく世界70億人分の中の50人のファンをね探す旅を今しているってよく言ってますけども、僕だけじゃなくてどのミュージシャンどの人だってそのファン、それはまあ、ミュージシャンだけじゃなくてですね、まあ、俳優でもいいですしお笑いでもいいですし、お笑いだってもうみんながつまんないっていうネタをですね絶対すごい受けてくれる人って50人ぐらいいると思うんですよ。なんかねタモリさんが誰かが言ってたと思うんですよね。なんか俺みたいなやつだってなんかクラスね全校生徒のクラスに一人ぐらい好きな女子いるんだぜみたいなこと言ってて、なんかまあそうなのかなってよくわかんないんですけど、まあとにかくその言ったらなんかまあそのハマる人って絶対どっかいて、でそれをこう見つけたらすごくこうどんどん増えていくっていうかね、まあ類は友を呼ぶってよく言いますけど、うん、まあそんな感じだと思うんですけども、まあだからなんか結局じゃあなんでその人ってできないのかなって言った時に、結局知らないんですよね世の中自分という存在を、うん、だから例えば旧、まあ、今のスマイルアップ旧ジャニーズって、まあねそのジャニーさんっていう方はまあ良くないことをしてしまった方かもしれませんけども、やっぱりその宣伝上手というかね、みんなに対してこう拡散できる能力を持つ、営業技術を持つ人っていうのはやっぱり強いんですよめちゃくちゃ、うん、だからジャニーさんの場合はそれをテレビに見出してですね、あのテレビのブラウン管の中でですね、そのまあ言ったら10代の男の子をもう徹底的にこう売り出したっていうあの強さがあるわけじゃないですか。まあそれをね、もちろんやったこと、まあ、どこまで本当かわからないから僕もまあね、良くないことをした方だとは思うんだけど、うん、まあなんともその辺はわからないだけに、まあちょっと言葉はねちょっとまあ濁しますけども、まあただやっぱり、うん、そんな感じで、まあ、知らないんだということなの。ただどういう脱線の仕方、いやただやっぱりジュリーもそうなんだけど師匠もそうなんだけど兄貴もそうで、やっぱりねそのもともとのその拡散力のすごいこうもうちょっと言ったらまあ言っても今のまあその令和のミュージシャンではないわけじゃないですか。でも少しこうずれると、例えば M ステとかでもね師匠紹介されたり兄貴紹介されたりするわけじゃないですか。だからこのまあダパンプが好きってローラさんがおっしゃって言うけども、何かのきっかけで少しこう角度を変えてみるとそこに兄貴が立ってるわけですよでパッて見たら師匠が立ってるわけですよ。でそれでやっぱりファンになっちゃうんですよね。すごいから、まあ、そこに立ってるということがすごいという証明だと思うんですよ。残り続けている方っていうのはみんなすごいから残るわけじゃないですか。うん。たださっきも言ったように、まあやっぱり当時のすごいその営業力というか拡散力だからね、僕ね秀樹兄貴がねそのまあ料理番組とか出たりしてるっていうのは僕ねそれすごい重要なことだと思うんですよ。これ何回も言ってますけど、今のミュージシャンって本当に音楽やることしかやんないじゃないですか。でもなんか常にそのなんていうのかな、俺を見てくれ、俺のことをしてくれっていうふうにこうこうね言ったらこう営業し続けたというのはすごくどっかで当たるわけじゃないですか。だからもちろんその肺活量6000とかももちろんすごいと思うんですよ。初めて知りましたけどね。プラスそのまあ師匠と兄貴のその営業力のすごさ、特にお二人はそれぞれ独立したね、方で、いや独立するとすごく大変じゃないですか。うん。でもやっぱりこのような形でずっと残り続けている方っていうのはやっぱりそこがね、やっぱすごいなと。だから我々の言ったらさっき話戻して、なんで、まあ知られないんだ、なんでファンができないんだって言ったら、まあそこなんで、その壁を打ち破れないんですよね。つまり誰かのファンを取らなきゃいけないんですよ。なんか人間って誰かの常にファンでいると思うんですよ。だから、まあ、ローラさんはずっとダパンプのファンだったんですけども、秀樹さんの、ね、兄貴の剛腕な力によってですね、俺の方がいいぜって言ってパッて見たら本当にそっちの方が良かったんですよ。残念ながらもう必死で USA とか、カモンベイビーアメリカでしたっけ、うわー言っても全開でこう踊りながら歌ってももうヤングマンで、あこっち勝ちみたいななっちゃうんです。それで取っていかないといけないんですよね。ただその取るという行為はなんかめちゃくちゃそのなんかすごいこう歌唱力とかまあ必要かっ
って言われたらそうじゃなくて、やっぱりね、僕は営業力の方が大事で、その存在さえ知ってもらったら、そのもちろんね、何万人とかは難しいかもしれないけど、自分のそのなんていうかな、見合う人のファンっていうのは僕は絶対にどのアーティストもどの職業もできると思うんですよ、うん、で僕はもう常にそこを考えて活動している。だからずっと70億人の50人のファンというのは言っている、わけなんですけど、すごいですね、ローラさんのダパンプから秀樹さんへのこのね、まあね、ファンのね、こう移り変わりの話からすごい自分の音楽理論に持っていくっていうね全然脱線しまくりじゃない。いやでもすごくね、このあのリップっていうのは、あのもしね、今僕のこのまあ知り合いのミュージシャンもいますから、もう聞いてくれててね、今ファンがいないって、悩んでたりしてたら、すごくいいあのリップだと思いますよ。うん、参考になるっていうか、うん、まあもちろんその秀樹さんのあの凄さがあるからそっちに行っちゃうんだけども、さっき言ったみたいにやっぱそこにいるんですよ、師匠も あの兄貴もいるということが、まずやっぱり営業力の強さだと思うんですよね。うん、だからやっぱりあの、博士ちゃんでしたっけ、 あれでまあその、ね、15歳ぐらいの博士ちゃんたちが、まあ師匠が4位かで、兄貴が5位でしたっけ、うん、であの日にランクインされるというのもすごいんだけど、やっぱあっこにランキングされる、され続ける、さっきも言ったみたいに、常にそこにちょっと、右に視線をそらすと、そこに立ってらっしゃるというのが強いんですよ、うん、でそれがやっぱりあの、ファンのいないミュージシャンっていうのは、あのなんていうのかな、できてない。まあもちろん僕もそうなんだけど、でも僕はそのなんていうのかな、システムはすごく分かったので、自分で、ね、パーンパッカーンとなったので、まあ70億人の50人のファンというのはもうあの多分まあ近い将来できるだろうという自信はまああるんですけどね。さあ、まあずっと言っておりますけども、まあ師匠とか兄貴みたいな、その何万人っていうのはねあれですけども、まあその自分が目標としているラインにはもう多分つける、そのいったインディーズの方々が必死こいても一人のファンもできないようなね、知り合いをかき集めるようなことしかできないことはもう全然、僕は上にはいけるという自信はまああるわけなんですけどもね、すごいですね、本当に。まあでも本当に面白いね、リプいただきまして、桃太郎さん、そしてローラさん、ありがとうございました。今日はトランプ大統領がまあね、再選ということで、その話をしようと思ったんですが、またね全く時間がなくなりましたけど次はいつになるか分かりませんが、また次回お会いしましょう。しぎれもんでした。全ては優しい。